自分でやったんですか、それ。うん、届きません。あ、さあ、今週も始まりましたクラブパルフェア。はい、この番組は毎週多彩なアーティストゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん、楽しいコーナーもご用意しておりますので、時間の許す限りゆっくりしていってください。本日は新 MC お披露目スペシャルということで、10月から MC を担当していただく4組のアーティストさんをゲストにお迎えしてご紹介する恒例のお披露目スペシャルです。イエーイ。本日は、本当は、ここに、スペシャル MC の後藤冬樹さんが、はい、担当していただく予定だったのですが、ちょっと体調不良ということで、今日は、ね、私、中田麻子が、仮でお送りしたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、早速ご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、10月から12月までの週替わり MC の皆様をご紹介いただきます、していきます。はい、第1火曜日、まずはアジアンタブ、はい、よっよっよっ、高橋明香さんと私、中田麻子が、アシスタントを務めさせていただきます。そして第2火曜日は今泉セリナです。はい、よろしくお願いします。順番で言ったのだな、今ならまだ変えられますけど、変えます。ちゃっちゃらちゃっちゃら、何もない、何もないはい、面倒くせえ感じだな。もう今から不安が。はい、あくですね、ありがとうございます。はい、はい、で、素敵、はい、いいですか、いいですか。はい、第3火曜日は風見静香さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして第4火曜日は泉真美さん、はい、はい、ということで、まずはせっかくなので自己紹介をお願いしたいと思います。ということで、まずは我々アジアンタブからいきますか。はい、はい、どうぞ。あ用意しない、じゃあ私から、アジアンタブピアノコーラス、またの名を黄昏鍵盤プレイヤー中田麻子です。よろしくお願いします。黄昏、はい、私アジアンタブのボーカル高橋明日香です。またの名を妖精ボイス、よろしくお願いします。またの名を。ちなみに今日はせっかくなので、はい、なんかさん付けもあれなので、呼び方を一定にしましょうか。一定に呼びます、呼ばれたいです。アスポン、アスポンは、アスポン、私どうしようか、アサポン。でもなんかね、難しいですね。醸し出してるから。アサポンとアスポンさん。そう、難しい。いや、私がよく姉さんと。姉さん、姉さん。呼びやすい、それは。姉さんの方が、もしかしたらしっくりくるかもしれない。姉さん。姉さん。で、姉さん。今日だけです。来週からは普通に。もうすでにどっち、アスポンだったのか、アスポンであってます。すでにちょっとどっちか分かるのか。とりあえずポンって言って。ポンで言って。あとポンだけやってる。アスポンもいいんだけど、なんか聞き取りづらくて。アポンって言ってきますね。どっちもエアって了解しました。ということで、よろしくお願いします。はい。はい、私、今泉セリナと申します。普段はピアノ弾き語りシンガーソングライターとして活動しております。すごい。この中では一番出っ歯の早口のことを覚えてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。言うこと出てない。はい、よろしくお願いします。ちなみに、何とお呼びすればいいですか。せっちゃんって呼んでください。せっちゃん、せつこ、はい、せつこ、その方がいいな。はい、生放送。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、風を見て穏やかに変わると書きまして、風見静香と申します。
ギターの弾き語りシンガーソングライターをやっています。たまにピアノもちょっと弾いたりなんかしております。茨城県のど田舎からやってまいりました。あのね、カッペがいたなって言って思い出していただければいいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私シーと、まだシーちゃんで、はい、皆さん呼んでいただいてます。よろしくお願いします。はい、じゃあシーちゃんと呼びましょうね。はい、はい、はい、では最後、はい、はい、泉まみと言います、ギターの弾き語りでシンガーソングライターをやっております。私はまみちと呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこの、ね、はい、このゲスト4組で、はい、お届けしていきたいと思いますが、早速じゃあご挨拶代わりに1曲ずついきますか、うん、はい、はい、じゃあ我々そう率先してね今日みんな MC だから。そうなんですよ、だから私が疲れたら、そう、あ、そう考えると大変ですね。丸投げの気だったんだけど、それからなんかのでも信じられないですね。今度そこがそっち側に行くってことですね。ね、そこにいるっていうね。いけるかな。マミチはもうね、行けますもんね。私は2回目です。完全やる。完全ですよね、もうね。初めてです。あ、じゃあ今日やりましょう。おしゃべりが苦手なのになぜ選ばれたのかよくわからない。早口だからね。早口だからね、やっぱ。やりたいって言ったからじゃん。立候補ね、立候補。あ、今日もコメントがたくさん来ております。お、ありがとうございます。まみち、あ、肘を滝に、姉さん、今のところまだ安全運転でって来てます。安全運転で事故るから。やばいですね。まみち、パルペジア、え、パルヘジア的にベテランの雰囲気、さすが。そんなことない、だってまみちがやったことあるんですよね。 MC やったことない、ね。え、あそこさんが MC の時、私ゲストで出た気がする。いや、私 MC やったことないから。いや、そういうのいっぱいあります。ゲストで一緒になったのかな。いや、そういうのよくあります。ゲストだったんでしょ。ゲストで一緒になったのかな、うん、多分。うん、あれ、そうだったかな。まあ、ちゃちゃっと行きます。時間ないんで。私消していいや。なんで？なんで？あ、今日歌うのもだった。あ、1曲目いいです。雨のせいだ。弾き飛ばすサドネス、軽快なリズムに反比例してる。今日という一日、不意に蘇る記憶は悲しいことばかりじゃない。投げやりになることNight that day
色の中ロンリネス夢に逃げるようにボリュームを上げて白い靴を汚した何のためにかけたのだろう大事なものは見えぬメガネ我先に急ぐ足ゴールはどこだきっともっと別の場所MC 全部 MC 喋らないでいなくなろうとしてるあれあれあれちょっとアジアンタムのお二人お疲れ様でした。ありがとうございました。もうすでにいなくなりましたが早い早い早い。この順番でいいですか。はい、あ、マイク変えないと知ってる知ってる、うん、それをやりに行くからその間に変えたの。よいしょ。さてさてどうです、うん、MC って変えない。え、めっちゃ設定どうですか MC ってどうですか MC ってあれですか、初めましての人とかと、はい、あの、うん、あったりしました。一度やったことから経験者あ、MC でですか、うん、全然あります、あります、うん、そう結構人見知りしないするあ、めちゃくちゃ私人見知りする、意外、意外どうやってその人見知りをなくそう、なくすというか、超えるみたいな頑張る根性論的な頑張る話しかける頑張って話しかけるこうかあ、こっちが映った、うん、ちーちゃんはいや、なんか、あのだいぶいけるようになりましたね。ふっちゃん声ちょうだい。もともとはすごい人見知りだったんですけど、うんうん、初めましてが増えて、なんかいけるようにはなったかなっていう。なんか音楽やってると、そうですよね。そういう場面ばっかりで、慣れてくるから。鍛えてきましたね、だからすごくこう、もっとなんかこう、初めましての人といけるようにならなきゃとか思って。うんうんうん、そっ
鍛えて修行してちょっとこうできたかなっていう感じは、はい、アスポンはしてます、どうしよう、どうしよう、アスポンは人見知りなのね、アスポンは人見知りです、だいぶ、うん、はい、ね、大丈夫、アサポンに頼ります喋れないうちの中田がいるからね、大丈夫、私はあの、うん、次回からはアシスタント風なところにいるから喋らない、風なので頑張って仲良くなります、うん、なるほど、ね、てか今日姉さん相当持ってるよね、持ってる、何を何が何あの何がっていうのはいつも知ってる方はみんな分かって、そうなんですか、持ってるってどこを持ってるんですか、頑張って喋ってるみたいな感じ、ね、テンションだよ、テンション、あ、テンション持ってる、うん、当たり前じゃないですか怒られちゃった、怒られちゃった、テンション上げていかないとね、ゲストの時はちょっとあの楽してますけど楽してますけどね、まあ、準備できましたいいですか、はい、はい、振らないの全然あ、ちょっとちょっと今感じちょっと、まだマイク入ってるから振ってください、はい、では行きますか、せっちゃんどうぞ、私だけを見つめてて、愛してるって笑ってみせて、嘘でもいいの、愛しそうに話す愛
までのことはなかったかのようね。一番じゃなくて先に言って次これ順番でいい。はい、じゃあ私行ってまいります。先に行ってどっちしーちゃん、しーちゃんと、はい、しーちゃん、アメリカに忘れてました。あさちゃんお疲れ様でした。お疲れ様です。今の曲は曲名言ってますね。窓っていう窓です。窓、はい、うん、素敵や。なんか聞いたことあるかもしれない、うん。あ、本当ですか。初めましてって言ったら初めましてじゃないって言われてあれどこでお会いしましたっけって言ったらここって言って、うん、多分お会いしたことある、ね、私はね、記憶になくてね、申し訳ない。どうかな、対話したこと。嘘でもいいから、そういえばとかとりあえず。でもなんか曲は聞いたことがあるんですよね。思い出してもありがとうございます。ね、あと誰とか、そういうのは覚えてないです。お会いしたことだけは覚えてないです。なるほどね。
あの時ってみんな曖昧な曖昧なギターくれます、みんな会ったことあることにしようか、うん、いやストロークでストロークでジャンプ、私は全員会ったことあります、今日会ってる会ってる今日、え、大丈夫だよね一方的みたいな、大丈夫だよね、会ったことあるけど、okay、実はマミチとゲストで一緒に会ったことないんだな、じゃあでも私ここで会ったことある気がするんですけど、ないんだよね、ないんだよね、真昼とかはよくね、そうですね、クロスストリートとかね、欲しいなと、私なんかここに出るときいつもね、キサラギ愛理とか、うん、あのなんかちょっとなんかそのサポートで、あの佐藤家のなんかあの辺のグループの、はい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 、あの辺一緒にあの出ることが多くて、その一員になってる感じで一員になってる感じで、そうなんです、なるほど、でも今日ははい、では次しーちゃんと、はい、では自己紹介に曲聴いてください、人でいたい、勉強なんてできなくていいから、深い深い悲しみわかる人でいたい、常識なんか知らなくていいから、ああ辛い辛い痛みはわかる人でいたい、立派になんてなれなくていいから、ああ淡い淡い優しさわかる人でいたい、器用な人になれなくていいから、ああ痛い痛い悔しさわかる人でいたい、空気なんて読めなくていいから、嫌なものは嫌って言える人でいたい、かっこ悪くても構わないから、ああ目の前のこと必死にできる人でいたい、バカにされたって構わないから、ああどんな時もらしさを忘れぬ人でいたい、傷がついたって構わないから、ああ人を憎むより許したえる人でいたい、失敗ばっかうまくいかなくても、諦めない気持ちは忘れぬ人でいたい、怖くて足が震えてもいいから、ああ勇気を持って前に進める人でいたい、面倒くさくて構わないから、ああ熱い思いしっかり持てる人でいたい、強い心持てなくてもいいから、
人のために涙を流せる人でいたい。深い深い悲しみわかる人でいたい。辛い辛い寂しさわかる人でいたい。淡い淡い優しさわかる人でいた。ありがとうございます。ピアノが2人と、ああ、そうだね、ちょっとバランスが良いですね、うん、いいね、いいね、これね、ギターの大きさが全然違うね、ね、すごい並んでるんですけどちーちゃんのギターが毎日そう、ものすごい、体に乗せるとオダメージですね、オダメージじゃないけど、小さめのやつ選びましたちょっとだからマミチーにちょっと持ってもらいたいですね、私のギター。あとでちょっとじゃあすごいことになったな。ちーちゃんのギターをこう抱えてきて、あー持ちたい持ちたい、すごいあの小顔効果あるんだおーそれででかいの、確かにちょっと人よりでかいんですよ、あれあのジャンボサイズって、へーすごい大きい、小顔効果です、ね、小顔効果ネックの太い小柄効果マミチーが持ったら大変なことになると思う、すっかりこっちのコメントをスルーしてますけど、ね、ありがとうございます。いっぱい書いてくれて、応援メッセージがもらってます。いっぱいもらってるのかな、どっから読んでいくかもうよくわかんないですね。皆さん一緒に読んでください。で、ところどころあのマミチーさんがね、あの ツイートしてくれてるんですよね。さすがですね、本当。ツイキャスで音声だけで配信してますので、BGM にしてねっていうやり方もあるんですね。なるほどね。知らなかった。知らなかった。知らなかった。小顔トーク。知らなかったんですね、みんなあれ小顔がトークある、あ、小顔効果があるって。ギターが小さくなる。こんなでっかいギターじゃないの、すでに。なんか良い人ここから持っていくる。もうマミジ人気がもうすごいですね。今日ありがとうございます。すごい良しでね。ね、すごいたくさん。私めっちゃ背向けてますけど。申し訳ない。本当だね。そしてね、あの、うん、私とマミチが何か打ち合わせをしてたっていうのがバラされてる。バラされているんですけど、ね、ちょっと仕込みをしておいて。仕込みを。マミチ見えないから立ってって言われちゃってますね。え？ほら見えないか。大丈夫？大丈夫です。はい。いいですか？はい。はい。ではマミチどうぞ。自己紹介がてら1曲、親不孝という曲聴いてください。だけどハンバーグが遠く
就職を決定、音楽をやりだしたりして、親不幸な娘でごめんね。だけど今は私なりに夢を追わせて、いつかは腰が曲がっても私が守るよ。年を重ねて病に倒れても私を忘れて、私が守るよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、はい、今週もクラブパルヘジア、はい、今週も私早速やらかしたみたいで、はい、転換中にいろいろ紹介しなきゃいけなかったけど全部忘れて今からやろうと思ってたら全部途中で転換時のつなぎでって書いてある今転換してるんだ、今来てる。ということで、はい、今週の番組テーマは、はい、何々の秋といえば、いや、できないよ、そんなこと。あ、じゃあ飛ばします。はい、今週は秋が番組プレゼント紹介です。プレゼント紹介だけしてもらって、はい、はい、怒んないでよ。怒らないでよ。怒ってる。いや、だって今日は絶対あの10時まで終わんないって言われてるから終わらそうぜ。頑張りましょう。終わらそうぜ。はい。ということで今週はスペシャルということでプレゼントの盛りだくさんです。ということでいきますよ。はい。はい、最初はパルヘジアステッカーおなじみですね。そして今週、10月2日に迫った、はい、チャイナスクエアプロデュース CD、はい、トゥルーカラーズアルバムボリューム2の全国発売を記念して前作のトゥルーカラーズボリューム1 CD まだ2が出せないからごめんなさい。はい、そして、キサラギアイリさんのサイン入りパンフレットがこちら、あ、そうごめんなさい、はい、こちらですね。はい、そして、浜崎エリカさんのサイン入り写真とポストカード、それフライヤーで、あ、フライヤーとポストカード、これか、打ち合わせ何もしてないからね。みやこさんのサイン入りライブ限定ポストカード、みやこさん、これかな、こちらですかね。はい、そして、うん、小川えりさん企画ライブの限定サイン入り浴衣プロマイド、うわ、ん、ー、それ言っちゃセクシー。松沢春菜さんサイン入りオリジナルステッカー、いや、もっと好きです、かわいい、はい、そして、イベンター宴さん提供のインチキマンションの笑い CD、はい、豪華じゃん今日、はい、めっちゃいっぱい、いっぱい、はい、そして、はい、私たち今週 の、うん、あのゲストが書いたオリジナルサインですね、はい、色紙をプレゼントと、はい、あと、番組コーナーで使用した、はい、すごい、スケッチブックなどなど
あと番組終了後の集合写真も、プレゼントいたします。すごいね、これ1名様ね1名様に1名様に全部行く感じ、ね、行く感じ、盛りだくさん、盛りだくさん、盛りだくさんですね、すごいね、はい、応募方法を言わなくちゃ、はいはい、番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートしますので、はい、リツイートするとこのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となります。これ、メイさんディスってもいいか、コメントしてください。こんな頑張ってる本当ですよ、こんな頑張ってる、じゃあちょっと褒め殺ししよう。褒め殺し、あ、それは気持ち悪いから間違えない。じゃあやっぱディスト、適度な感じがいい。何ですか。気にしない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 。あ、これは拾わなくていいんですか。何、それは言わないんですか、言葉では。何何、まあ、多分出てからで、あ、出てから、あ、そうですか、はい、出るんで、はい、次なんだっけ、はい、次でも企画いっちゃいますけどいいんですか。いっちゃってください、はい、行っちゃってください、どんどんいっちゃってください、はい、今日はですね、うん、はい、今週の企画は、はい、1分間スピーチ。イエーイ。わー、あのー、めっちゃ短くないですか、1分間。1分間スピーチ。いや、長いよ。長いですよ、1分は。コーナーが短いねっていう意味で。うん、あ、そういうことね。4分で終わってしまうから。短いコーナー。そうだね。はい、これから3ヶ月。いや、4分で終わるわけじゃないから。あ、わかりますよ。あ、喧嘩だ。喧嘩か、喧嘩。久しぶりの話。久しぶりの面白いです。上等です。はい。これから3ヶ月ですね。MC を務めていただくゲストの皆様に1分間で番組 MC としての意気込みや、持ち込みコーナーのアピールをしていただきます。番組視聴者観覧のお客様による投票で、はい、一番良かった方には番組で用意した景品なんですか。おお、はい、豪華ですよ。豪華。そう。なんだろう。ビール。そして台湾ラーメン。台湾ラーメン。普通にあと。そして一番ひどかった人は、怖い。一番良かった人が指定する罰ゲームを。お、なるほど。受けていただきます。怖いやつだね。怖いやつ。ちゃんとやらないと怖いやつですね。事故るやつですね。はい、私は事故らないですけど。はい、さあ、ということで、はい、もう行っていいんですか。じゃあ行きます。ちょっと企画とか全く考えてなかったんですけど。私は考えてない。うちらは考えてない。じゃあ、準備できた人から行きます。そうしましょう。スピーチですか。1分間スピーチ。1分間ですね。あ、大変なあれとかあるんですか。これ測るやつです。はい、こっち。はい、じゃあマイクが私の高さになっていくか、私からやるか。マミチ慣れてるから。そうです、早めに終わらせたいんで。マミチから行く。はい、1分ね。でも全く何も用意してない。意気込みと、まあ、どんな、あと、あ、意気込みか、自分のコーナーをどんなでやりたいか、うん、じゃあそれはなしで、言わなくても大丈夫です、はい、どんだけ頑張るかってアピール。頑張るね。気持ちでいけるな、じゃあ。気持ちでなんとか。はい。じゃあ用意いいですか。はい、大丈夫です。用意スタート。2015年10月から12月の3ヶ月間 MC を担当することになりました、シンガーソングライターの泉真美と言います。第4週目の MC を担当しますが、以前に、MC を担当したこともありますし、なんとゲストはですね、多分もう2桁に行くんじゃないかってぐらいパルヘジアさんにはお世話になっておりますので、いろいろ勝っても他の方よりは分かってるかと思います。自分ではね、今日は MC 麻子さんに任せっきりですが、来月からは私が先陣を切ってやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。持ち込み企画ね、ノープランなんですけど、前回 MC やった時にできなかった書道とかね、できたらいいなと、でも私が持ってこなきゃいけないかなと思って。あ、じゃあやろうかなと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。来月からどうぞよろしくお願いします。半端ですね、やっぱベテランだな。時間通りだな。
すごいね、体内時計半端ない。さあ、その調子でチャッチャイ。よし、じゃあもう風見行きますよ、風見風見行きますわ。はい、マイクのね、低いね、すいませんすごい角度になった。はい、スタート。はい、茨城県からやってまいりました。風を見て穏やかに軽く吹きまして、風見静香と申します。2015年11月10月、11月、12月の3ヶ月間の、第3週の火曜日の MC を担当させていただきます風見静香、しーちゃんと申します。私の、ね、目標といいますか、今回のクラブパルヘジアの、ね、原点に戻って、東北の、ね、支援で始まったということでですね、そのことにフォーカスを当てて真面目にちょっとやっていきたいなと思ってますのでね、あくまでも真面目にやっていきたいと思ってますのでね、ぜひね、お付き合いいただければなと思います。喋、るのはね、あんま得意じゃないような気がするので、ちょっとどうなるか分かりませんけれども頑張っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。まだあるまだあるまだあるってさ、こういうね、なんかちょっとなと思うんですけど、あくまでも真面目にやっていきますので、よろしくお願いいたします。まあ、あハッシュタグ読んでみよう。はい、ハッシュタグ。ゆっくりゆっくり喋った方がいいかもしれないですね。朝子姉さん、いつもより持ってます。安定のまみち、緊張のしーちゃん、せっちゃん、きょとん。いいな、表してるね。よく表してる。素晴らしい。さあ、きょとん行こうか。きょとん。大丈夫かな。行きます。スタート。今泉聖奈と申します。1分間スピーチなんて、面接の時以来やってなかったので、ちょっとよく分かりませんが、普段ピアノ弾き語りシンガーソングライターをしておりまして、第2火曜日の担当をさせていただきます。私はですね、本当に人見知りで、ちょっと初めての人とあまりおしゃべりができないので、第1回目第2回目は私の友達を呼んでやろうと思います。友達のアーティストたちを呼んでやろうと思っております。もう30秒すごいね。ほぼ女子会をしたいと思いますので、皆様、穏やかな目で見てくださいましたらありがたいなと思います。私最近ダイエットを大変しておりまして、そういうことたちを多分ね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何ですかもういいですかちょっとライブするのよりどんなライブ聞いてるか。やっぱマミチすげえですね。やっぱマミチすげえ。いやいやいや。そんなじゃあ、さあ、あげましょうか。これは、よっ。よっ。よっ。よっ、アジアンタム。私、横に。横にいる感じ。ダルマのこと。スピーチクオリティ高い。もうクオリティ高い。じゃあ大丈夫かな。今日のは欲しいかもって言ってますね。準備できてる。ノア。ノア。ノア。改めまして、こんばんは。アジアンタムのボーカル高橋飛鳥とピアノコーラス中田飛鳥です。はい、よろしくお願いします。我々アジアンタムは来月10月の第1週目の、MC を務めさせていただきます。12月までのね、はい、はい、第1週を務めさせていただくんですけれども、我々アジアンタムが考えている来月の企画がですね、はい、ちょっとね、まだ言ってないんですけれども、粘土、そう、芸術の秋というので、はい、粘土、聞いたことあるな、ね、あれ、本当ですか気のせいです、はい、粘土をちょっとやらせていただこうかなと思ってます。粘土をやるんですか気になる、気になる。何かを作ろうと思ってます。あとね、伝言ゲームとかもね、ちょっといろいろ考えてますので、楽しいことを盛りだくさんで、頑張っていきたいと思ってます。第1回目のゲストが如月愛理さん。あ、もう言っちゃったんだよ。ああはい、じゃないのかな言っちゃいけない。大丈夫だよ、あとで言おうか。よかった、すごいチンチンのチンチンのタイミングがすごい良かったですね。さすが、これ競われるんですね。これ難しいんじゃない？これは競われるんですね。これはどうすればいいの？良かった人の名前をツイートしてもらう。誰だろうな、誰だろうな。
誰だろうな、誰だろうな、笑いの量とかやっぱ大事じゃないかなって思ったりするよね。そうです、大事。まあ時間もね、あのキチキチも大事だと思うんだけどね、うんうん、あの喧嘩売ってんのアピールしないが、ね、もうでもね、ドッハー感がね、やっぱドッハー感あ、自分のアピールしないよろしくお願いしますなんか緊張しすぎてもう私も疲れきちゃった終わった感じ、終わった感が半端ない。ちょっとアジアンタムだけがね、あのガツガツアピールして、はい、アジアンタムはすごいガツガツしてます。ガツガツしてる投票してくれる方にね、はい、あ、そうそう、え、どうやって投票するの、はい、これなんでこちらのですね、ツイッターでですね、うん、ツイッターだけじゃないのか、コメントでやればいいですか、コメントで、うん、ダメな人を言えばいいの、なんかそれちょっときついよね、よかった人、よかった人、よかった人、はい、はい、で計算していただきますので、うんうん、ここだけの話ね、はい、そうですね、これだけの話ね、ここにいる皆さんもですか、もちろん、はい、コメントしてください、あ、コメントしてください、はい、さあ、じゃあ、うんうん、そんな間にもうライブいきます、早い、早い、え、だって待ってる、いや、でもなんか皆さん言ってくれてるよ、いつも何してたっけいつもほら、だから嘘、私ちゃんとやるって言ったじゃないですかほら、次2曲でもね、割と時間ないんだよ、うん、2曲ずつ、今から行きましょう、うん、とか2曲ですもんね、そう、長いと、確かにそれはね、急がないと、じゃあ曲を終わらして、で、そうだね、告知だけじゃなくてちょっと長めでやりましょう、そうしましょう、はい、じゃあ逆回しで、お、はい、あ、じゃあマミチ行こう、マミチから、はい、歌ライブ、はい、いきます、全然聞いてなかったね、お、はい、なんかあれだね、いつもはなんかもう一個ぐらいコーナーが、新しい、あ、絶対弾けないんだよ、いや、大丈夫、なんかギターに持たれてすごい、めっちゃすごい、めっちゃすごい、届くのか、届くのか、 OK です、大丈夫、使わないんだよ、でもちょっと弾いてほしかったな、でも根っこはそんなに太くない、でもなんか画面で見るとそんなでもないですね、しんちゃんマイク近い、マイク近い、あー、失礼しました、近づくと多分、ま、カメラで近づくと結構そんなでもないな、あら、じゃあ、こうか、あ、でも確かに映像で、映像で見るとそんなでもない、あ、でもほら、寄ると入りきらないぐらいちょっと、もうちょっとで来るから、こっち、あ、そうね、近づくとちょっと大きい、うん、ね、わかりました、しーちゃん、引きだと結構普通ですね、よかった、抱かれて、肩こりめっちゃやっぱ重たいですよね、でっかいから、いやでもちょっと嬉しいですね、まみちーさんに引いてもらっちゃいました、何それ何それ、すいません、まみちーファン、ミニマムだね。そうだよ。これだけこれが小さいから。わあ、小さいから。なんかもうおもちゃのように。おもちゃじゃないから。割とするわ。高見ですからね。高見ね、いいよ。うん。姉さんも高見ねだよね。そう。お。高見ねいいですね。高見ねじゃないけど。お願いしたんだけど。わかりますそれ。いっぱい投票も来てますね、投票来てるね、お、来てんじゃん、いっぱい来てますね、いっぱい、うん、ダントツですね、うんうん、もう納得の、うん、よし、まあでもマミチが罰ゲームでちょっと怖いな、うちら1票ない、あ、もうちょっとあるここにも、え、なにこれ、マミチが罰ゲームになる、頑張らなって、うちら1票あるよ、やったやった、良かった人を、ね、投票してください、ね、うん、そうだよね、良かった人なんだよね、良かった人、でかいギター2票、どういうこっちゃ、微妙だなとかはいらないですよ、ね、お、マミチ限定入っちゃった、え、嘘でかいギターに1票、1票入りましたね、ギター、これギター私じゃなくてね、ギターの持ち主だから入ったのかな、ありがたいな、振ってください、はい、ではどうした名前で言いましょうか、はい、では泉今美さんです。
に来るとどうしても歌いたくなる曲があるので、地元新潟で暮らす両親を思って書いた一曲お届けしたいと思います。おやすみという曲聞いてください。目を覚ました朝、思い出すベッドに入る私にだけ聞こえる声、生まれるもっとずっと待ってから、ぎゅっと心に寄り添う言葉、子守歌のようなあなたの言葉、とくんとくんと奏でるメロディ、どこにいても寂しくても曲をお届けしました。
実はですね、昨日まで私新潟、地元新潟に帰ってまして、半月ぶりぐらいに東京にね帰ってきたんですけど、新潟で実家にずっといて、実家にはもう私の部屋がないんですけど私が使ってた部屋は弟に占拠されまして、そう居場所がないかなって思ったけど、もうねママがね私が帰ってきたのが嬉しくてね、仕事のお昼休みとか帰ってくんのよマミご飯食べたっつって、でお昼休み1時間でね車で一緒にラーメン食べに行ってっていう日々を過ごしてたんですけど本当新潟で2回ライブをしまして、それ以外にも路上ライブを2回しまして、全部両親を送り迎えしてくれて本当ありがたいなと。もうね新潟はね車がないとねどこにも行けないのよ。なんですけど家族の人数分しか車がないもんで、私が親を送ってって車を借りるか、どうにか送り迎えしてもらうかしか手段がないんですけど、全部送り迎えしてくれて、路上ライブも終わる時間わかんないのに迎えに来てくれて、もう本当親の大切さを改めて実感した半月でもないかな、10日間かなになりました。路上ライブでもライブハウスでもどのライブでも歌ってきた両親を思った一曲を最後お届けしておしまいにしたいと思います。聴いてください、グリッター。ママの涙見るのは初めてじゃない、今日は特別、悲しみの涙、悔しさの涙、18年の愛は変わらず、なくなりはしないけど今日は特別、言われた裏切り者、大切な大切な人からの痛い言葉、部屋に戻り溢れ出す涙の粒、自分で決めた未来への道、背中をしてくれるとどこか期待して、人に決められた偽りの夢にしがみつき、目をそらすのはやめにしたんだ、一人で決めたから仕方
私はまだ一人なんだろう。自分で決めた未来への道、流れた涙のためにも絶対叶えるんだ。たくさん泣かせて本当にごめんね。今ここで言えることは多くはないけど、もう一人じゃないから、ありがとうございます。泉まみでした。時間帯書いてあるんだけど、うん、意外と順調ですね。あ、本当だ、順調だ、順調ですよ。本当だ、本当だ。ね、終わらないとか言われてたの、ね、うん、どこで言われてたの？この中で巷で言われてた。巷で言われてたけど、いやいや、ちゃんとやるときはやりますよ。さすがでしょ、さすが中田さん。決まってるときはちゃんとやらないとなって、うん、決まってないときはグダグダグダっと多いんでしょ、うん、こういう立場に、こういう立場に、そっち側に行かなきゃいけない。恥ずかしいです。そう、私緊張しないかと思ったら、最初めっちゃバクバクしてました、ね、うん、そう、顔がこわばってたって、うん、今大丈夫、今大丈夫、うん、今はもうだんだんとテンションが元通りになって、テンション上がってきた。いや、テンション下がってきた。1時間前とちょっと比べると、じゃあ変わろうか、じゃあ店変わろうか、私が限界だってなったら、じゃあせっちゃんに変わろうか。ちょっともうちょっと頑張ってもらっていいですか。いや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 、どうって何言ってるんですか。これは来週やるんだよ。はい。え、何ちょっとできました。静かに、うん、はい、言っていただいて、うん、はい、では次は風見静香さん、お願いします。よろしくお願いします。今日見てくださってるね、頑張ってるあなたに届けばいいなと思って聞いてください。負けるもんか。ついにやってきた、待ちわびてた勝負の日、辛い辛い苦しい日々もこの日のために耐えてきた。うまくできるか震えること、期待も不安も強い気持ちに変えて、負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて、たとえどんな困難な状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って吹き切って楽しんでこう、よっしゃ行くぜって。できなくて悔しくて泣いた夜もある。すごいうまいあの子が羨ましい日もあった。
何ができるかわからないまま、それでも無我夢中で誰より頑張った自分を信じてやりたい。負けるもんかって声を出して、そう歓喜の涙流すんだ。たとえどんな困難な状況も私はやると決めたんだ。できる、やれる、大丈夫、一人じゃない。笑って誓って、何が何でもぐっと耐えるって。人生生きてるともう無理だとか、もうできないよって思うことはたくさんあるけれども、自分たちが思ってるよりももっともっと私たちはやることができる。この歌でね、そのくじけそうなその時にこの曲を思い出していただけたら嬉しいなと思います。負けるもんかって諦めないで、未来は自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況も、これはチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、月じゃない今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて、たとえどんな困難な状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ。笑って誓って楽しんでこう。よっしゃ行くぜって、よっしゃ行けるって、よっしゃ行くぜって。ありがとうございます。はい、マキュール・モンコという曲をお届けいたしました。もう私もですね、つい一昨日なんですけれども、このマキュール・モンコの、ツアーファイナルがですね、原宿ストロボカフェというところで、見事ね、たくさんの方が集まってくださって大盛況で終わりましてですね、私もあの家族がですね、私お兄ちゃんお姉ちゃん母ちゃん父ちゃんのね、5人家族なんですけど、全然しかも数え方が全くできてないっていうそうなんですけどもね、あの本当はるばる茨城からみんな駆けつけてくれて、家族みんな遊んで、親戚中もね集まってくれて、なんかちょっと身内ですいませんみたいなライブになったんですけれどもね、本当に家族もそうだし、たくさんの方がね来てくださって、そして来れなかった方もね、普段本当に勇気をもらってますとか、私の方がそんな言葉にたくさん勇気をいただいて、ね、この場を借りてそのお礼ができたらいいなって今日少し、思って、おります。そして今日ねこうやってこの場に出会えた皆さんにもね、私の少しでも思いが届けばいいなと思って、最後に聞いてください。出会ってくれてありがとうということと、これからも歌い続けるぞという約束を込めて、ありがとう。初めて会った日のこと、私今でも覚えてるよ。お互い何も知らなかったけど、今じゃ誰より大切な人。時が経つのは早いもので、それぞれの道ここから始まるように、願いを込めて歌にするよ。
ことないこと難しいことなんで酔ってるよ本気じゃないのを朝まで語り合ったよね時には涙を流す日もあった辛い思いもさせた日もを力に変えてくじけそうになっても歌にするよ時が経つのは早きものでそれぞれの道に進むでも働いていてもいつでも聞こえるようにここからずっと届けるからありがとう出会ってくれて過ごした日々は宝物だよ全てを力に変えてくじけそうになっても歌ってるからどんな時も歌ってるから何があっても歌ってるからありがとう、毎週第3火曜日風見静香とお会いしましょうありがとうございました風見静香しーちゃんでしたありがとうございます。ありがとうございました。風見静香さんでした。ありがとうございました。これはそのまま。はい。はあ、暑いですね。はいはい。いやーもう蚊に刺されがすごくて。蚊に。すごいなんか茨城大量発生してるんですよね。気のせいですかね。気のせいです。どうなんですかね。なんか茨城だけなのか。新潟。新潟もいた。まだ。すごいいっぱいいるんですよ。なんか大量発生してるんですよ。外で亀を飼ってるの。亀の水槽のとこにめっちゃ群がってた蚊が。それ一番蚊が繁殖しちゃいます。繁殖しちゃうやつ。すんごいずっとこうあーって思いながら。で、オッケーですか。はい。すごいね、ずっと見られる。すごいいい笑顔で。いい笑顔でね。ずっと見られる。はい、行きましょう。はい、では今泉せりなさんお願いします。改めまして今泉せりなです。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。皆さんは会いたい人に会えていますか？好きな人にちゃんと好きって伝えられていますでしょうか？そんな歌です。聞いてください。Thank you.
して今日も歩いてる今日のこと明日のこと聞きたいことがたくさんあるよ二人で選んだ白い時計は今も変わらず動いてるあなたの止まった時間は戻らないのに
とうございます。ありがとうございます。改めまして今泉聖奈と申します。第2火曜日を担当しますが、毎週見ていただければ多分どこかでぶつかっていただけると思いますので、私を知らない方も毎週この番組見ていただいて、あ、こんなやついたなと覚えてもらえれば幸いでございます。もちろん私を知ってる人も見てほしいんですけれども、このように私がテンション低めなもんで、ゲストはテンション高めのやつらを呼んでますので、楽しい会になると思います。一番最後は知らない人を集めてもらおうと思ってますので、今泉の成長ぶりを見ていただけたら楽しいかなと思います。今日は皆さんすごく素敵な歌を歌われる方々で、私がもうお客さんになったつもりでなんかこう一人でジーンとしてたんですけれども、私の曲の中にも自分を奮い立たせるために作って誰かに届いたらいいんだと思って、夢を持ち続けてほしいと思って書いた曲があります。最後に聴いてください。飛行機雲。
MC がいなくなっちゃう。どうしよう。みんな MC じゃないか。そうだ、みんな MC。MC って何の略なんですかね。メインキャスター。ああ。合ってます。すごい。できる子。できる子。合ってる気がする。メインキャスターか。メインキャスター。キャスターオブ。合ってました。違うんだって。違うんか。メインキャスターじゃないんだって。マスターオブなんですか。マスターオブ？セレモニー。セレモニー？へえ。セレモニー。どういうことですか。マスターオブセレモニー。どういうことですか。英語の言葉よくよくわかんない。なるほど。MOC じゃないですね。オブに入る。オブはね、省かれちゃったのね。たくさんコメントいただいております。ありがとうございます。最後アジアンタムのライブが終わったら、はい、あれですよ。何ですか。あの1分間スピーチ。え、またやるの。あ、そっかそっかそっか。投票忘れてましたね。すっかりなんか下手に聞き入っちゃってた。で、下のうちプレゼントのもう抽選をやるので、皆様まだ応募してない方はハッシュタグをつけてつぶやいてください。今日のハッシュタグは長いですね。いつもいつもいつもに比べたら短い気がする。あ、そうなんだ。ギリギリまで使うからね、この文字数。準備はよろしいでしょうか。最後アジアンタムのお二人よろしくお願いします。ノスタルジア。電話越しなのに懐かしい声が聞こえてわかるのは、触れることのない距離にいる虚しさ。買ったばかりの自転車に自転車に乗って声をかけ
ありがとうございます。はい、改めましてこんばんは、アジアンタムです。よろしくお願いします。我々アジアンタム、来月の10月第1週の火曜日から、12月の第1週の火曜日まで MC を務めさせていただきます。そうです。で、次の曲がですね、グッバイティースという曲なんですけれども、この曲はですね、去年の12月に私、前歯が朝起きたらありませんでして、はい、そうですね、いきなり差し歯になったんですけれども、その前歯との別れを歌った、はい、はい、大事な一曲となっておりますグッバイティース。
歯の歌だったって聞かないでちょっと一回聞いてみて。前情報なし。すごい。ニヤ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 しちゃいましたね。あれさ、コーナーってさ、自分が歯がなくなったのよりも、びっくりした話をみんなにさして、で、一言コメントして、ズバッて切るっていうわけ。切る切る。あ、それやりたいかも。いただきました。てか、それを超えるものって相当だよね。すごい。本当に突然だった。朝起きたら前歯が唇についてたんです。それでも よかったですね、飲み込まなくてね。二本ともですか？え、一本だけです。二本とも。すごい気になる。だってその辺の芸人よりよっぽどすごい。相当面白いネタですね。相当持ってるよね。歌作っちゃったからね。歌作っちゃった。すっごい名曲ですね、もう。